お願いします。意識してんだ。ザ・ファーストソルブ、イエイ。最近流行りに流行っているザ・ファーストテイクさんの、だいぶ前からね、ちょっとだいぶ経ってますけど、だいぶ前から流行ってる、はい、今回はそれの、ビッグバレード企画ということで。え、何パーっすか。やばい。まあでも、まあ、89% 大丈夫、じゃあやって大丈夫、じゃあやって大丈夫、89% に抑えてますよ。歌を歌ってもらうんですけども、その歌詞がですね、まあ、替え歌になってまして、クイズの問題文になってます。でその歌詞の中にこう空欄がありまして、その初見の問題文を見ながら同時にもう歌いながら答えを出すっていうね。それでも歌詞を完成させていただくというのが、はいはい、ザ・ファーストソルブです。いやそれ無理でしょ。正直この企画はほんまによくわかんないんで、ほんま皆さんこれはもう勝敗とかじゃなくてプロトタイプで、はい、できるのかなこれみたいな。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。 Make it the best noise 回8。なんなんそれ、ちょっとでもまた呪術改正でちょっと、あ、そういうこと。よろしくお願いします。皆さんに感謝の気持ちを込めて。え、ここバツくなったそれ、バツくなるボタンあるんかい。流れてるこれ。いや、こっちが流れてへん。三種の神器は白黒テレビ洗濯機ふっとてき入れるととっちゃう。はちみつ、なにこれ、ビッグフォール、めちゃ落ちる。ぶかけたらお水は多分酸化力強い。地球だえん。ブルブルよ。サダ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 ダサダ。まさし。よしよし。よし。よし、やばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、言わせてくれ、ちょっとこれ、俺が悪いんか、これ。8問中、1問正解。あー、きつい。ちょっと待って、聞かれて、何聞かれてるか分からん問題が3問ぐらいあるわけで、何聞いてんのみたいな。あー、地球、楕円で、カッコって、これ何これ。え、発見した人っすかね、楕円って。あ、そういうこと。あ、でもその辺は、もう次回、トライする。あ、次回、あ、そういうこと、次回、トライしてください。やばなかった、ちょっと。これファーストテイクで流したら炎上するまである。炎上まである。ああ、さだまさししかわからんかったもん。まあ本家の歌詞とかもな、たまにインフン出たりするんで、特に後半は、まあそれが手がかりでしかない、もはや。まさしと私。いやいやいや。三種の神器は剣、まがたま、鏡。え、ふっとの席に入れるととっぺつ危ないちゃう。はちみつ、まあ、なんだっけこれ、あれだ。ビッグフォーユニバーぶかけたら、お水は、たぶん、酸化力強い。これ違うんか。地球、楕円、本当、こんにゃく、プルプルよ。さらさらさ、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 まさ。要は、俺が考えた歌詞やから、それに当てはまらんと、罰ない。本家の歌詞を、ちょっと見た方がいいかもね。でも本家の歌詞分かんないんすよ。いや本家の歌詞が出てこーへんで、これ見て。俺ですらこれ見せられたら本家の歌詞全く分からへん。三種の神器はテレビ、冷蔵庫、洗濯機、沸騰石入れると沸騰しないちゃう。はちみつ、ぶどう糖、ビッグフォール、長スパーぶっかけたら押す。多分
酸化力強い。ちょっとほんま腹立つなこれ。一旦なんかもう一旦寝ません。ちょっと一回俺ブドウ糖結構合ってると思って。いやそうっすね。ありがとう。はっあスマイル分かった。ありがとう。分かった。え、なんかさ、ビッグホールってめっちゃなんかこういう、はい、こういうアトラクションのことを言ってんじゃん。はい、そうなんですけど、長らみたいな、ないなんかそういうアトラクションなんみたいな。泣きないやぐ。ちょ、え、あれですか、あのハチミツオリゴ糖お水は多分ペーハー強いで浮き止め。地球大って単語ですか。これはカタカナ5文字。君の相手にかなりまあ、3つインフンでなると。そんなに。調べてもいいですか。あ、調べてもいいよ別に。あはは、今の声すごいな。絶対これだ。ビッホールナイアガラぶっかけたらお水は多分君強い。地球だえモルワイでなんだこれ。プルプルよ。え、8問中6問正解。いやすごいすごいすごい、おめでとうございます。7問開示した。いやだからスマイルアゲインに近いです。で単語ですか。単語一文字。スマーゲインスマーゲインに近いようなやつ。スマーゲインあ、うまい。じゃあノリさん見ていきます。はい、どうぞ。三種の神器はテレビ、冷蔵庫、洗濯機。ふと席入れると突発防げちゃう。ハチミツオリゴ糖ビッグフォーナイアガラぶっかけたらお水は多分金より強い。地球だえモルワイでコラーゲンプルプルよ。サダ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 まさし。これはすごい。これはすごい。正解でーす。というわけでやった。あら、クリア。クリアなのかどうかよくわからない。いやもうクリアなのかどうかよく、まあ、達成感ありますよ。達成感はあるね。こんにちは、お願いします。意識してんだ。夜に焦る作詞者です。違いない。以上です。どう入るの。もういいよ。火山岩一番白い鉱物は安山岩。コーヒー豆の生産地はベトナム。ライオン一般校は真っ向ショコタス真っ向そのスレッズの大腸炎上位は。ちょっと待って、全然読めないんだけど。えっと、にーってーって、ちょっと待って、ああ、もう全然わかる、これは。次の、ちょっと、お前もちゃんと来い。タンジェントシータが3の時だよ。コサインのセンター試験形式やめろ、お前。黄金期ラップバス。おいおい全然ダメじゃないですか。ほんまにこれあかんの。あかんの。7問中0問正解。共通教育テストのお前50倍むずいだもんこれ。だってこのスピードとかされる。そもそもどこ行ってんのか分からん。いや問題1個聞き取れんかった。マジだね。もうさ、地学やれたら覚えれる。マジでこれできる人ってどういう人なんですかね。これ高度な情報処理能力やこれ。よっしゃ行ったるぞ。はい、はい、始まってる。第4位は、あ、どこだっけ。ハロービアみたいな。二人だな、現実げられる。はい、それ。
のない M 校までの間はなんなんだよ、やかいたんだしきすぎのもんだ、下へ書くタンジェントが3の時コサインのはどサインのはないぞ、何本当に言ってない？衝撃。ちょっとマジわからない。衝撃。やばい。バリムズいなこれ。ガンガン一番白い鉱物は流紋が触れる心ないこと、あいこのアンギア余韻はほうコロンビア、あそこ1で交差が2の一番高は 1+N-2×2 で1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 までのは2分 N2+N2 やって簡単な式、次の問題下は絵描くタンジェントが3の時コサインの値は2分のルート2分の1サインの値はいやなんとルート2分の1黄金比は2分の1たすルート5満点取れたかな。単純ですということで、すんくん7問中2問正解。うわマジか。いやということで、すごい、いや初めて得点者、初めて得点者これ計算したらダメだからこれ。いやもうダメですね、暗算、暗算でだって暗算でいけるレベル、正直お前と違うねん、お前人種が。いやでも絶対時間かけたら絶対いける。ブラジルのベトナム好意みたいな、そうめっちゃ言ってます。でもそれがどれに対応してるか分からない。コイン生産量でない4人はエチオピア、初号1交差が2の一般号は 2N-1、 その数列の大 N 号丸の和は N2 になって、いや簡単な式、コサインの値はルート10分の1、サインの値がルート10分の3。ということで、すんくん7問中6問正解。いやでもね、コーヒーだよなと。コーヒー豆の生産量第4位だけですね。これで全問正解しなかったら、おおおからのバカだ。バカだ。惜しいやん。惜しいやん。ちなみに、はい、グラちゃんに、こら夜遊びしないでテスト勉強しなさいっていうリプを送ります。いや送られそう。まあ俺は花の伝言の花のですとだけ言わんとって。ワン、ツー、はい。火山岩一番白い鉱物は龍門岩、コーヒー豆の生産量第4位はブラジル、チョコ1、チョコ1が交差が2の一般号は2分の1の N+1、そのスレツの大 N 今でのゼネネネだって簡単な式、コサインの値はルート10分の3、サインの値はルート10分の3、黄金比は2分の1足すると5、満点取れよ。ブラジルじゃないん。ブラジル第1位です。ブラジルのベトベト多いですよ。そっか。あ、ってことはあれちゃん、あれですよ、あれちゃん。じゃあないこうぼれそうでもやで、そこ。そんな長いんですか。こぼれそうでも。あ、え、分からない。決めます。でお前数列とか分かってんだかい。覚えました、みんなの聞いて。じゃあ反則聞いたら間違えるよ。し、行こう。一番白い鉱物は龍門岩、コーヒー豆の生産量第4位はインドネシア、初号1交差が2の一般号は 2N-1、 その数列の大 N 号までの間は N2 乗になって、いや簡単な式、次の問題
何ちゃんと歌いたいんやな。ちょっと分かった上でもう一回歌っていい、これどうぞ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 。カザ軍艦一番白い好物は龍門艦、コーヒーの生産量や4位はインド。おいなんでなんでなおむずいぞ。なんでそのスレッズの大エルゴまでの手が次の問題知ったわいたく、タンジェントが3の時、コサインの値はルート10分の1、サインの値はルート10分の3、黄金比は2分の1だ、すると5、満点取れたかな。ということで、答えを知った上でチャレンジ、7問中4問正解。何が起きた今。